皆さんこんにちは、スマシ TV です。2024年5月30日より活動を一時休止していたキング&プリンスの永瀬廉さんが6月12日より活動を再開すると所属事務所が発表。相方の高橋海人さんは永瀬さんと毎日電話で連絡していることを明かしました。キンプリといえば今月1日突如 SNS 上に5人体制だった時代の会話と思われる約1分の音声データが流出し騒動になりました。流出経路が気になるところですが、今後も旧ジャニーズ勢の極秘音声&動画がさらに流出するのではないかと言われています。そんな中、ある大物が一番頭悪いファンはキンプリと発言し大炎上となっています。今回はこちらについてまとめました。コンサートの準備中に右耳を負傷し2024年5月30日より活動を一時休止していたキング&プリンスの永瀬廉さんが6月12日より活動を再開すると所属事務所が発表しました。永瀬さんは5月29日に開催されたスタートエンターテイメント所属のメンバーらが出演するコンサート We are Let's Get the Party Start の公演準備中に右耳を負傷。29日30日の公演への出演を急遽見合わせました。その後めまいの症状などがあったことから病院を受診し、耳内にも傷が見受けられたことから手術を受けていました。医師から2週間ほどの療養期間を求められたとして活動を一時休止していました。所属事務所は12日、キング&プリンス永瀬廉活動再開に関するお知らせを公開し活動の再開を伝えました。検査を行いまして、医師の指導のもと本日6月12日より活動を再開させていただきますことをご報告させていただきます。永瀬さんはファンクラブメンバーに向けてメッセージを公開。 SNS では復帰を待ちわびていたファンから、レン君お帰りなさい、本当によかった、今日からまた改めてよろしくね、こんなに嬉しいもんなのっていうくらい嬉しい自分がいる、何回も FC に載せてくれた写真見て喜んでる、レン君おかえり、レン君もう復帰が嬉しすぎてたまらない、本当に心配で不安で、でも口に出さずに我慢してた、もう復帰については大きな声でいっぱい叫んでいいよね、本当に復帰おめでとう、ずっとずっと待ってたよ、といった喜びの声が相次ぎました。そして高橋海人さんが12日深夜に放送された永瀬廉さんがパーソナリティを務めるラジオキング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンに代打出演。5日の放送分から永瀬さんの代わりに番組のパーソナリティを務めている高橋さん、2回目ということで声も落ち着きを覚えて、是が非でも皆さんの耳を癒させていただきたいなという意気込みのもとやらせていただきますとする一方、みんなが一番気になるのが俺の声とかどうこうよりレンの体調だと思うのでと話しました。このラジオの収録日の朝にもレンと電話しまして、毎日電話してるか、最近なかなかこんなこともないので結構最近は特別な、まあレンといっぱい話せる時間が増えたなと思ってると明かしました。そんなキンプリは今月1日突如 SNS 上に5人体制だった時代の会話と思われる約1分の音声データが流出し騒動になりました。最初は猿の G 行為に関する内容だったが、いつしか AV 談義に発展、雄弁だったのは騎士で大手動画配信サイトでよく視聴していることを明かし、決して購入はせずに見どころをまとめて時短で見られる無料サンプル動画しか見ないことを力説していました。内容は下ネタとはいえ健全な大人の男性ならよくする会話、ダメージは全くなかったと言っていいでしょう。イメージダウンしなかったとはいえやはりデリケートな会話内容、それを暴露されたことにネット上では5人に同情する声も数多く上がっていましたが、やはり気になるのは流出経路でしょう。5人体制だった頃のインスタライブで静岡の帰りの車で動物の豆知識対決から下ネタになったといった話をしていたことから、22年7月30日と31日に行われた
静岡公園の帰路の車中では、と推察する声が上がっています。いずれにせよ、キンプリのメンバーが乗った。車内に入ることができないと録音は不可能。マネージャー、コンサートスタッフ、もしくは移動車の運転手など、かなり近しいスタッフが流出させた可能性があります。現実的にはキンプリにも所属事務所にも、全く関係のない立場の人間が、やったのではないでしょうか。キンプリが所属するスタートエンターテイメントといえば、昨年8月、ジャニーズジュニアの6人組グループ、美少年の那須雄登さんが、シュークリームを投げつけ、それを見た佐藤龍我さんの笑い声が入った動画が流出し、大炎上する事件がありました。事務所の公式サイトで那須さんは、当時、食べ物を投げるという、恥ずべき行為を取ってしまったことを、深く反省しております。佐藤さんは、食べ物を粗末にするという不適切な行為から、大変不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。などと謝罪しました。数年前、帝国劇場の楽屋で、那須が賞味期限切れのシュークリームを投げつけていたのを、佐藤が撮影した動画が流出。佐藤が流出させるとは考えられず、その場にいた誰かか、動画を送られた誰かが、流出させたとしか思えません。旧ジャニーズから所属タレントたちのマネジメント業務を引き継いだスタート社は、上層部の顔ぶれからマネジメント体制がすっかり変わってしまったと見られています。退社した所属タレントのマネジャーらも多いし、さらに大半のタレントがエージェント契約に切り替えたことで、もともと担当していたタレントから離れるスタッフも多い。もともと旧ジャニーズ事務所は人の入れ替わりが激しく、常に人手不足で人員募集をかけていることで知られていました。当時のジャニーズは全てトップダウンで物事が決まっており、現場スタッフは実質付き人や運転手の仕事しかない。その上、担当していたタレントからきつく当たられ、発給でこき使われた挙句に事務所を辞めた元社員は、相当鬱憤も溜まっていることでしょう。そのはけ口とばかりに、この手の動画や音声を流出させるケースもありそうです。ファンをがっかりさせるような動画や音声の流出は、この先も止まらないのではないでしょうか。今回の音声流出で、イメージダウンはあまりなかったようですが、少なくとも本人たちは嫌な思いをしていると思います。今後このようなことがないことを願います。そんな中、芸能人への噛みつき芸で注目されている、霜降り明星、粗品さんが、千原兄弟、千原誠二さんの YouTube チャンネル、成人とこに出演。木村拓哉さんとキング&プリンスのファンの反応の違いを明かしました。昨年頃からスタートエンターテイメントの人気タレントや、元雨上がり決死隊宮迫博之さん、大物 YouTuber などへの攻撃を繰り返している粗品さん。6月13日に成人とこで公開された動画では、粗品さんが有名人を攻撃をいろいろするようになったら、その人たちのファンの人に批判的なことを言われることが多くなりましたね、とコメントしました。これに誠司さんが、誰のファンが一番頭悪い、と食いつくと、粗品さんはマジでキング&プリンスと即答し、キンプリ軍抜いてやばかったですね、批判が度を超えてましたけどね、殺害予告とかそっちでした、殺すとか死ねとかめちゃくちゃ来ましたよ、と過激なコメントが寄せられたことを明かしました。ただ同じスタート社のタレントである木村拓哉さんをディスった際には批判が少なかったそうで、粗品さんは、キムタクのファン層オバハンしかおらんから、あんま SNS やってないんですよね、だから批判があんま来ないんですよ、と理由を分析。一方でキンプリのファンは、ネットを利用している土世代、 YouTube とか X とか Instagram とかと話し、批判が多く寄せられたのだと説明していました。粗品さんといえば、昨年8月8日に YouTube で行ったゲーム実況の生配信では、キンプリについて、今の状態のキンプリ誰が見るねん、しかも顔が似てる2人やろ、顔が似すぎてて廊下であってもどっちか識別する自信ない、名前も出てこないと発言。
当時のキンプリは平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが脱退してからまだ2ヶ月半ほどしか経っておらず、ファンが不安を抱えていたデリケートな時期であったため大炎上状態となっていました。また今年3月に公開した YouTube 動画で木村拓哉さんに挨拶したところ無視されたと暴露。先月公開した動画でもこの件を振り返り、廊下ですれ違う時に僕が立ち止まっておはようございますって言ったらバッと見られて、僕の頭からつま先まで1回往復して見られて、ふーってそのまま行かれたっていうね。言うたらもう漫才みたいな距離ですわと語りつつ、聖夜の身長が163センチなんで、まあ多分キムタク161とか150代なんかな下手したらと、木村さんの身長詐称疑惑を揶揄していました。そんなスタート者の人気タレントにも遠慮のない粗品さんですが、レギュラー出演中の新しい鍵などのテレビ番組でスタート者タレントと共演する機会は多く、ネット上ではアイドルファンから粗品と共演してほしくないという声も目立っています。実際今の状態のキンプリ誰が見るねん発言の4日後に放送された新しい鍵で、当時まだジャニーズ事務所に所属していた岸さんと粗品さんが共演した際にも、ネット上では岸くんと粗品が絡んでるの見たくないと不快感をあらわにするファンが相次いでいました。加えて粗品さんらが総合司会を務めるフジテレビ系 FNS27 時間テレビにおいても、目玉企画となるダンス大会企画の応援サポーターをスノーマンのラウールさんが務めていたりと、多くのスタート者のタレントの出演が予告されているため、やはり一緒の画面に映ってほしくない、共演後にディスられたらと思うと怖いといった声もあるようです。キンプリディス以降、多くのスタート者タレントのファンから毛嫌いされている粗品さん、すでに出演番組のキャスティングに支障が出ていてもおかしくないだけに、相方の聖夜さんや共演レギュラー陣の心境も気になるところです。粗品さんには共演者のファンに不快な思いをさせないでいただきたいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。